こんにちは、北風飛鳥です。今日は、デート、今日は大人のデートメイクを紹介したいと思います。そう、どうですか？普段とまたちょっと違ってしっかりしたメイクをしたので、あとそう、かわいいねアイテムを、そう、ディオールのこういうちょっとゴージャスなアイシャドウとか使ってメイクしてみたので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。では早速、ベースメイクからやっていきたいと思います。まず化粧水と乳液とクリームはもうすでに塗った状態なんですけど、あのカラコンも入れてます。ハニドロのジャスミンブラウンを、そういつも使ってるものなんですけど、そちらを入れてます。目が悪いので同割りのやつをね入れてます。ではまず下地がこちら、シャネルのルーブランラバーズ大きで、こちらがメイクアップベースですね。多分何回か紹介してるかな。こちらを塗っていきます。色味がこうピンクベースのお色味です。私は基本下地を塗るときはピンクベースのものを使ってます。やっぱお肌をこう白く見せたいので、トーンアップできるように、あと多分自分の肌にピンクベースが合ってるので普段はピンクを使います。はい、下地が塗れましたら、次ファンデーションがこちら、ポール&ジョーラトゥエクラファンデーションプライマー N01。 こちらもね、もうめっちゃ好きで、ファンデーション一番明るいカラーですね。こちらとこちら、シャネルルーブランロージードロップスフェイスカラー、こちらがこうツヤの出るリキッドのハイライトになるんですけど、こちらをこうねちょっと混ぜて使います。少し混ぜて使っていきます。こうツヤっぽいメイクをしたい方にはめっちゃツヤ感が出るのでおすすめです。いつもファンデーションを塗るときは最初にこう手である程度なじませてからスポンジで叩きます。で次スポンジで叩きます。はい、ファンデーションが塗れました。もうこれで終わってもいいし、この上からパウダーつけてもいいし、でもこうしっかりカバーしたいときはその上からこちらのスノーパーフェクトライトクッション C03、 この私がもう愛してやまないこちらのクッションファンデをちょっと軽くね叩きます。こうさっきのでもだいぶカバー力はあるんですけど、ちょっとツヤ重視なので、こうね最後にカバー全体的にカバーをしていきます。だからファンデーションの上にクッションファンデを塗ってるので、あのファンデーション、さっきのファンデーションは少量でいいかなと思います。こうしっかりそっちでカバーしちゃうと重くなっちゃうので、そう、はい、普段は
普段はもうベースメイクはこれで終わりなんですけど、ちょっとデートメイクということで、そう最近ね買った、じゃん、こちらがディオール の、 あのクリスマス限定のパウダーの、わかりますか、クッションファンデのこうパウダーバージョンになってて、ちょっとこうダメ感のあるクッションパウダーになってて、これがめっちゃ可愛くて、こちらはこう全体的に塗るっていうよりかもポイントで塗っていくんですけど、結構塗った時にこのラメ感が出るので、ちょっと分かりづらいかな、ちょっとこうツヤっとさせたいところだけに塗ります。微妙にね細かい粒子のラメが入ってるので、少しキラッとした印象になります。はい、そしてこれでベースメイクは完成で、眉毛いきたいと思います。眉毛はあの本当に変わってなくて、使うものがこちらのエレガンスパーフェクトブローパウダー BR20 のこちらを使っていきます。こちらのこの端っこのブラウンですねを、こちらのアディクションのアイブロウブラシでこうね描いていくんですけど、端っこのブラウンをのせて、眉尻から描いていきます。この感じで、わかりますか、眉尻を描いていただいて、そして反対側も眉尻で描きます。私はこう少しね平行になってる眉が好きなので、だからこういうねカクッとしたブラシがすごい描きやすくて、そんな感じで、眉頭の方にこちらの一番薄い色をねのせていくんですけど、だから私は普段真ん中の濃い色はあんまり使わないです。で、眉頭描くときはこのついてるチップでね描きます。こちらをこうノーズシャドウの延長線でこうやって描いていって、少しこう手でぼかしてあげて、で最近はもうペンシルも前まで使ってたんですけど、ちょっと最近はペンシルは使わずにこのブラシだけで描いてます。で最後にこちらおなじみのキスミヘビーローテーションカラリングアイブロウ、こちらですね、03のアッシュブラウンを眉マスカラですね、こちらを塗っていきます。眉尻から頭にかけていって、こうですね、本当にね、眉毛はもうちょっと安定してて、このメイクから変わってないです、道具も。はい、こんな感じで眉毛が描けました。では続きましてどうしようかな、チークいこうかな。チークがシャネルですね、エクラドゥデゼールフェイスパウダーなんですけど、こういうね絶妙なカラーで、少しこうツヤ感のあるチークになってまして、こういうブラシもついてるんですけど、こちらをこう最近は横長につけてます。このブラシの形のまますーっとつけます。そして今回はツヤっぽいメイクということで、この上からハイライトをのせていくんですけど、ハイライトがこ
ちらもシャネルなんですけど、ボームエッサンシエルトランスパラン、こちらがこちらも購入品動画で紹介したかな、こういうスティック状のハイライトになってます。こちらをこう指で取っていただいて、このチーク塗った上に少しこうのせます。こちらも一緒にで、まあ普段ハイライトのしてるところにもこうちょんちょんちょんとのせます。このハイライトは本当にねツヤっと感が出せるのでおすすめです。はい、ではアイメイクいきたいと思います。アイメイクがこちらもね、最近購入したものなんですけど、ディオールの、サンククルールクチュール549のゴールデンスノーなんですけど、こちらがクリスマスのアイテムです。限定やったかな、こちらもね、そう一緒に販売してたもので買いました。色味がねすごい可愛くて、まだ全然使ってなかったんですけど、今回は大人のデートメイクということで、ちょっとこういうゴージャスなものを使ってみようかなと思います。ではまずは、このピンクですね、ちょっと全部手にのせてみようかな、全体的にラメが、細かいラメが入ってます。でまずこちらのねピンクをアイホール全体に塗っていきます。かわいい、なんかゴールドっぽいピンクなので、なんかそこまで甘すぎない感じ。はい、ピンクを全体的に塗れたら、次はこちらですね。こちらがカーキゴールドになるんですけど、こちらを、二重幅に乗せていきます。かわいい、こう塗っていくときにちょっとこうぼかしながら塗っていきます。塗りますか。次は、下まぶたにはこちらの真ん中のねゴールドの色をのせたいと思います。こちらのカーキゴールドでも可愛いかなと思ったんですけど、ちょっと濃くなりすぎるかなと思ったので、こちらのね黄色のお色味をのせていきます。次に一番濃いこちらのブラウンを目尻に、でちょっと長めに引きます。アイラインっぽく少しこう垂れた印象で、では最後に一番こちらの明るいカラーを、目頭に少しだけねのせます。やばい、なんかめっちゃギャルメイクみたいになってる。あいね、どういった？かわいいね。かまいちゃん。うん。かまちゃんです。か
かわいいね。あなたは今日も最近カットしてちょっと伸びてきたね。こんな感じです。かわいい、かわいい。待っといてな、ちょっと待っといて。はい、どうやろ。普段あんま使わないのやけど、かわいいかも。今結構全体的に濃く塗ってるんで濃く見えちゃうんですけど、全体的にねナチュラルにしたい方はね、うん、薄くしたら全然普段も使えるかなと思います。今はちょっとねデートメイクなので濃いめにします。でどうしようかな。このままでもいいんですけど、ちょっとキラキラを足します。目にこちらアディクションの、アイシャドウ092番ですね。こちらのラメを少しだけちょっと真ん中ら辺にのせます。あ、かわいい。で真ん中にのせるとさらにこうラメ感が出てかわいいです。こんな感じ、見てわかるかな。こう見たら分かりやすいかも。どう？こちらでアイシャドウは完成です。で、マスカラをしていくんですけど、私は普段まつげパーマをしてるんですけど、最近もうねほぼ落ちてきたのでビューラーをしていきます。ビューラーは多分コーセーの多分薬局で買ったやつなんですけど、マスカラするときはこう根元、真ん中、毛先って感じで3段階に分けてするんですけど、まずは根元をつかみます。でこうグッグッグッとしていただいて、その次少しずらして真ん中、毛先ってこう少しずつずらしていくんですよね。それを何回か繰り返してやるとこう上がります。もう根元だけ上げちゃったらこうバサってなっちゃうので、こう、ね、何段階かに分けてあげた方が綺麗には上がるかな。はい、根元を挟みました。根元を挟んでグッグッグッ真ん中ずらして毛先感じで、それを何回かやってあげて、まつげが上がったら、マスカラがこちら最近買ったものなんですけど、こちら D-UP Perfect Extension マスカラですね。なんかマスカラが最近切らしてて、なんか急遽欲しいってなって Amazon でマスカラで調べたらランキングが1位だったので買ってみました。こちらを塗っていきます。でも普通にいいです。コームが細めなので塗りやすい。あとなんか全然ダマになりにくくて、下まつげも塗りますね。このまま はい。でこちらでマスカラが塗れました。では、あ、涙袋を描きます。涙袋はこちらもおなじみケイトのダブルラインエキスパートLB1 番で涙袋を作っていきます。本当にスッと、もう元ある涙袋の下にこう影を描く感じです、うん、描きすぎたらね変になっちゃう。
書きすぎたと思ったらこう軽く溶かしてあげてください、うん、でこの上にどうしようかな、さっきのじゃあディオールの一番明るいねカラーを涙袋のところにのせよう、小さいチップで、うん、かわいい、はい、こんな感じです。涙袋のところにのせました。でアイラインどうしようかな、なんか結構今アイメイクが濃いめなので白いラインとかでも可愛いかも、白のラインにしようかな。こちら次がウズのホワイトのラインをこの二重幅の終わってるところから描くんですけど、このちょっとこんな感じで反対側も出て、うん、この二重の終わってるところから描きました。いいんじゃない？あとリップしたら完成？では最後にリップですね。リップはじゃあ赤リップがいいので、もう結構使っててなくなるんですけど、アディクションのザリップスティックボールド013番です。塗っていきます。こんな感じで薄付きでも可愛いです。ちょっとこう中間にしっかり塗っていく感じ。可愛い、どうでしょう。でこの上からグロスとか塗っても全然可愛いです。はい、では完成しました。どうですか。普段よりちょっと大人のデートメイクっていうことで濃くしてみたんですけど、うん、個人的にアイシャドウはすごい可愛くて、やっぱりこう全体的にツヤっぽさを出すには最初にパックをしたりとか化粧水をしっかり塗ってお肌をこう潤わせてからやるのがおすすめなので、そうやっぱり乾燥したまま塗ってもあんまりツヤっぽさは出ないと思うので、しっかりねスキンケアはしてから、そうで、あとはツヤっぽさを出すんやったらこちらですね、シャネルのね、そうこれはほんまにねツヤっぽさがジュジュンってだけで出るので可愛いかなと思います。ではちょっと髪の毛を下ろしてきます。よし、はい、前髪も巻いてきました。こちらで完成です。どう？ちょっといつもと違う感じになったかな。下ろしてるんですけど結んであげても可愛いです、久々にちょっとメイク動画を撮ったんですけど、いかがでしたでしょうか。また、いろんなねメイクも撮っていきたいと思います。では最後くまちゃんも一緒に、ではありがとうございました、チャンネル登録とグッドボタンとコメントお待ちしてます。バイバーイ。